鎌市は、福岡県の地豊地方南部に位置する市である。旧山田地区中心部周辺の空中写真。2009年5月11日撮影。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。旧伊月地区中心部周辺の空中写真。2007年7月31日撮影の3枚を、合成作成。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成旧薄い地区中心部周辺の空中写真2007年7月31日撮影の2枚を合成作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成旧加保地区中心部周辺の空中写真 2007年7月27日撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。福岡県のほぼ中央部、飯塚市の南、浅倉市の北、田川市、郡の西に位置する。内陸気候のため寒暖差が激しい地域で、雪が降ると積雪することもある。かつて、 筑区法有数の炭鉱都市として栄えたが、現在はすべて閉山しており人口減少や急激な過疎化が進んでいる。地域中央部恩河川が流れ、地域南部は標高1000メートル以上の地区山地が連なる。戦国後期までに原子の全域は秋月市が支配していた。豊臣秀吉が九州征伐で攻めてきた時は農民たちが秀吉に協力し、 人よで城を作ったことで有名であるにある。島津市との同盟をもんじ、秀吉に交戦した秋月氏は、日向高鍋に転廃され、当地は、福岡、黒田氏の領地となった。黒田長政は、遺言によって三男の黒田長公に五万国を分治し、秋月藩を立藩させた。以後、秋月藩は阿メ島まで、福岡藩の師藩として、秋月を城下町として、 黒田氏が支配した。この間、大熊は当地の中心地として栄えた。明治維新後、原子の全域では石炭産業とその還元産業が起こり、大いに繁栄した。中でも熊田村や薄井村、及び稲月村は最短地として、また、大熊町は商業、農業の中心地として、それぞれ栄えた。千住村、足白村、 宮野村では農業の方が盛んであった。特に昭和時代に入ると戦争が始まり、石炭の需要が多くなり、筑放地域は多くの人で賑わった。終戦を迎えた後もしばらくは、復興を模索して混迷する日本経済の中で、筑放地域は三端事業に従事する人が多く、比較的繁栄を維持していた。しかし、朝鮮戦争以後、 日本が高度経済成長に向かうと危険な最短業は次第に魅力が乏しくなり、さらにエネルギー革命が起こると石炭の需要が急激に減少した。そのため昭和30年をピークにして交付数、人口は共に急激に減少した。炭鉱都市であった旧山田市では最短業水帯の影響が特に大きく、人口はピーク時の約4分の1まで減少した。 こんなを、どの地域でも過疎化が進み、県医役となる新たな産業の育成に苦しんでいる。さらに、市の財政も厳しくなっており、経常収支比率は110%を超えている。これは、福岡県内で最も高い数値である。2022年度までに、消防体制が見直され、鎌文書と岩崎出張所に再編予定。私立私立県立もより空港は、 福岡空港もしくは北九州空港上記の駅は市内唯一の駅だが JTB 時刻表には代表駅として記載がない。また列車の運行の本数が少ないため一般的には福北豊河線の桂川駅や新飯塚駅の利用客が多い。町内に高速道路はない。最寄りのインターチェンジは以下の通り。は、個人、釜という地名は 古くからあった由緒あるもので、加保軍の名は、釜軍と穂奈軍から一字ずつ取って付けられたものである。しかし平成の大合併でこの地名を復活させるに、あたり、釜という発音がいわゆる、お間に通じるとして、一部の市民から合併協議会に批判的な意見も寄せられていた。その後、岡間として知られに0 1年に、福岡市を事実上の生活の拠点としたお杉が、かつて、 KBC ラジオで、鎌市はなんで私を呼んでくれないのよと発言していたこともあり、鎌市内では、町おこしとして、釜飯ならぬ、釜飯を売り出すことを発案。2010年10月に開いたイベントに、おすぎをゲストに招き、そのメニューを決めた。鎌市は、翌2011年、おすぎを仕事で付き合いがあった、原田愛子と共に観光大使に任じた。その後、おすぎは、 釜石に住居を構えるようになった。ありがとうございます。